ティレル。ティレル・レーシング、ティレル・レイシング・オーガニゼーション LTD、タイレルは、かつて海一に参戦していたイギリスを本拠とする、コンストラクター。創設者は、ケン・ティレル。前世紀には、同国の英雄的、ドライバー・ジャッキー・スチュワートにより二度のタイトルを獲得し、名門チームとして、名を馳せた。また、野心的技術の先駆者でもあった。 若手ドライバーが所属することも多く、ジョディ・シェクター、ニケイレ・アルボレート、ジャン・アレジラが初期の F1 キャリアをティリルで過ごした。ホンダやヤマハがエンジンを供給したり、中島サトルや片山右京らをはじめとするドライバーが在籍するなど、日本と縁の深かった。1970年代の日本ではタイレルと表記されていたが、これは、 アメリカ英語に基づいた発音である。材木賞として成功し、F3 レースに参加していたケン・ティレルが1960年に FJ チーム、ティレル・レイシング・オーガニゼーションを結成。クーパーのマイナー・フォーミュラチームとして活動し、ジャッキー・スチュワートや、ジャッキー・イクスラを輩出した。1968年には、マトラが、フォードコスワース DFV エンジンを使用する、セミワークスチーム。 マトラインターナショナル、マトラインターナショナルを発足。ティレルはそのチーム監督として初めて会一に参戦し、アイデシスチュワートを要して1969年のドライバーズ・コンストラクターズ両タイトルを制覇した。しかし、マトラはフォードのライバルであるクライスラ参加のシムカと提携したため、マトラではフォードエンジンが使えなくなる一方、スチュワートのテストでマトラより コスアース DFV の方コンペキティブだとの判断もあり、ティレルはマトラと決別し、新規のコンストラクターとしての参戦を決断した。1970年のシーズン当初はマーチのマシンを使用しつつ、ティレルはマトラのエンジニアだったデレック・ガードナーに新たなシャーシの設計を依頼し、極秘裏にマシンの開発を進めた。1970年の 第11戦カナダ GP で突然オリジナルマシーン001を登場させ優勝争いに加わる戦闘力を見せて周囲を驚かせた続けて1971年シーズンに投入されたスポーツカーノーズを採用した003の実力も本物でオリジナルマシーンによるフル参戦初年度のこの年にいきなりダブルタイトルを獲得し1973年にも005 で、スチュワートがチャンピオンにな。ケンティレルとスチュワートの指定関係、スチュワートとアイデシ、フランスはセベールのコンビなど、結束力を武器に、回一回の驚異的な進行勢力となる。しかし、1973年の最終戦、アメリカ GP の予選中にセベールが自己死し、このレースがちょうど100戦目となるのを機に引退を決めていた、スチュワートだったが、 決勝レースへの出走を取りやめた。両ドライバーを失ったことで破竹の勢いは消えたが、ジョディ・シェクターが新エースとなり、パトリック・ドパイへと共に優勝戦線で活躍した。1974年は新たにウィングノーズとなった007を第5戦スペイン GP から投入。シェクターはモナコ GP で2位に入ると、次のスウェーデン GP で優勝。 この年イギリス GP にも勝利し、翌1975年の南アフリカ GP と合わせて007は通算三勝を数えた。1976年には日本でも有名な六輪車 P34 を登場させ、再び回一回を驚かせる。だが、周囲の後期の目をよそに P34 は投入直後から確かな戦闘能力を発揮した。 デビュー3戦目のモナコ GP で2キラウダのフェラーリーに次ぐ2.3位。次戦スウェーデン GP では、ワンツーフィニッシュし、コンストラクターズポイントで3位を獲得した。1977年には、シェクターの遺跡に伴いロニー・ピーターソンが加わり、新たにシティコープがスポンサーとなったが、6輪車用のタイヤ開発が滞るなどして成績は制裁を欠いた。ピーターソンは1年で、 ディディエピローに交代した。1978年はオーソドックスな008を投入、ドゥパイエがモナコ GP を制したが、この年を最後にエルフとシティコープの両スポンサーが撤退、また開発能力に優れたドゥパイエがリジェへ移籍するなした、後のチームの戦力は凋落傾向となった。1980年代に入るとターボエンジンへの移行に乗り遅れ、 苦戦を強いられた。しかし、ミケーレ・アルボレートが検討し、DFV エンジンで1982年最終戦のラスベガスと1983年のデトロイトの市外コースで2勝を挙げた。1983年の勝利は、チームの最終勝利であるとともに、会1回に一時代を築いた名機、DFV エンジンの最後の勝利にもなった。アルボレートはこれらの活躍が認められ、 フェラーリへ移籍した。1984年は、前年まで F3 を戦っていたマーティン・ブランドルとステファン・ベロフの二人の新人を抜擢した。アメリカ東 GP で、ブランドルが2位。雨のモナコ GP では、ベロフがフェラーリを抜き3位入るなど、ターボ勢に食い込む見当を見せた。ブランドルはクラッシュで足を骨折したため、代役にステファン・ヨハンソンを起用。しかし後に、 車検でティレルのマシンに水タンク事件が発覚し、チームには1984年シーズンからの失格が通告され、全成績、全ポイントを剥奪された。1985年は開幕を前年同様、フォード DFV エンジンを積んだ012で迎えるが、シーズン途中からルノーターボエンジンを搭載した014を投入する。このティレルのターボ化により、 イチに参戦するすべてのマシンがターボエンジン搭載マシンとなりターボ流星の象徴的な出来事となった。しかしチームの成績は以後も平凡なリザルトに終わった。ドライバーはベロフとヨハンソンで始まったシーズンだったが、ヨハンソンは開幕戦を終えるとフェラーリに引き抜かれ、ベロフはイチと並行して参戦していた WEC のスパ 1000km での レース中にオールウージュでクラッシュし命を落としたため、前年の負傷から復帰したブランドルとイヴァン・カッペリが、ティレル014ドライブした。1986年はほぼ変わらぬマシンを、ブランドルとフィリップ・ストレーフばかり、シーズン途中に改良版015シャシーも投入されたが、最高位は、最終戦で記録した、ブランドルの4位がいっぱいであった。1987年、 二年後のターボエンジン禁止に先駆けて自然吸気エンジンへ回帰。フォードコスワース DFZ エンジン 3000cc の DFV を 3500cc へ排気量アップに変更した。残留したストレーフとザックスピードから遺跡加入したジョナサン・パーマーが安定した走りを見せ、自然吸気エンジン搭載車を対象としたドライバーズ、ジム・クラーク・カップ、コンストラクターズ、 コーリン・チャップマン・カップの両タイトルを獲得した。1988年はストレーフが去ったため新人ジュリアン・ベリーを起用しパーマーとイギリス人コンビとなる。しかし前年よりも自然吸気エンジンに移行したチームが他にも増え、相対的にティレルの成績は下降していった。1989年にターボが禁止になり同時に ハーベイ・ポスルス・スウェイトをデザイナーとして迎え入れたことにより、ティリルは再浮上のきっかけをつかんだ。フロントサスペンションのダンパーを通常の2本から1本に変更したモノショックを採用したレイチ8は、ひりきながら軽量なコスワース DFR エンジンと合わせ軽快な操縦性を備えていた。メキシコ GP では6年ぶりにフェラーリから戻ってきたミケーでアルボレートが3位。 表彰台へ上がり、018のポテンシャルの高さを証明した。第7戦のフランス GP からキャメルのスポンサーを得たため、マールボロの支援を受けていたアルボレートが離脱し、代わりに国際会3000に参戦中の新人ジャン・アレジが起用され、デビューレースで4位に入賞し、注目を浴びる。アレジが F3000 に出場する際の大役として、 ジョニー・ハーバーともレイチ8をドライブしたが、足の負傷を抱えており、結果が残せなかった。シーズン終了後、チームを3年間支えたパーマーがマクラーレンとテストドライバー契約を結び移籍していった。1980年代末から1990年代前半までバブル景気を背景に、第員回にジャパンマネーが流れ込んだ。ティレルは日本のドライバー、エンジンメーカー、 スポンサーを積極的に導入し、体制の向上を目指した。1990年、ポスルスウェイトがデザインし、中島サトルとジャンアレジがドライブした019は、現在のスタンダードである、ハイノーズやアンケドラルウィングと呼ばれるアイデアを実現したものでった。また開幕戦の直前にタイヤを参戦以来、使用していた、グッドイヤーからピレリへ変更し、アイルトンセナラとバトルを繰り広げた。 アメリカ GP とモナコ GP でアレジが2位を取るなど荒れた道では強みとなったがシーズン全般でタイヤパフォーマンスに苦しんだ中島もコンスタントに入賞を重ねアレジと中島の2人で計16ポイントを獲得した1991年にはブラウンがメインスポンサーとなり前年マクラーレンのダブルタイトル獲得の原動力となったホンダ V10 エンジン ホンダ RA101E の供給を受け、大きく期待されるシーズンとなった。初戦のアメリカ GP では、フェラーリに移籍したアレジに代わって移籍した、ステファノ・モデナと中島が、ダブル入賞を果たしたほか、サンマリの GP では、モデナと中島が、中盤まで3位、4位を維持し、カナダ GP で、モデナが2位になる活躍もあったが、シャシーとのバランスが悪く、駆動系のトラブルにも苦しんだ。 またピレイルタイヤも安定した性能を発揮せず、夏場以降は位に低迷し12ポイントの獲得に止まった。メインスポンサーのブラウンとホンダのエンジン供給はこの年のみで終了し、中島はこの年をもって現役を引退した。1992年はエンジンをイルモア V10 に変更し、ドライバーはアンドレアでチェザリストオリビエ・グルイアールとなった。前年のホンダよりも小型。 軽量なエンジンを搭載したマシンはバランが良く、また駆動系のトラブルも大幅に減った。ブラウンや中島の引退に伴う日本企業の撤退、カルビーとクラブアングルは継続が響き資金難に陥る。昨年末にはチーム売却と言われたが、資金面で折り合いがつかず破断となる。フルヤール、エルフ、マルボロ等とチェザリス、マルボロの持参金により、 なんとかシーズンを終えることができた。シャシーは前年の02例をイルモアエンジン用にモディファイしただけの02例 B であったがデチェザリスが8ポイントを獲得した。1993年ラルースより片山右京が移籍。この年から4年間ヤマハから V10 エンジンの供給を受け、日本タバコ産業、キャビンなど日本企業のスポンサーも獲得して、 資金事情は改善されたが、ハイテク競争の開発費には十分ではなかった。シーズン中盤まで3年落ちのマシン、020C で戦うが、入社 C021 も失敗作となり、ノーポイントに終わった。1994年はメインスポンサーがない状況は変わらなかったが、スポンサーブランドをキャビンからマイルドセブンへ変更し、白と 爽やかなブルーの配色となった。この年はハイテク禁止とセナの死亡時故以後に車体レギュレーションが変更されたが、礼儀に,にはしばしば上位をかき回す活躍を演じた。特に今日は予選でたびたび上位に進出し、ドイツ GP の序盤に2位を走行した。またスペイン GP では1991年のカナダ GP 以来、 ヤマハエンジンにとっては初めての3人表彰台をマーク・ブランデルが得た。マイナートラブルで後期を一する場面も多かったが13ポイントを得た。ヤマハエンジンは頻繁なアップデートにより通常想定される年間の伸び幅を大幅に上回るパワーアップを果たしたが後半戦はトラブルが増えた。1995年は右京のチームメイトにミカサロを迎え、 サロの母国のフィンランドの大企業のノキアがメインスポンサーとなった。ハイドロリンクサスペンションを搭載したレイニさんを投入したが、期待に反して熟成に手間取り、元の仕様に戻すなど5ポイントの獲得と低迷した。ポルトガル GP では、右京がスタート直後に大クラッシュを起こし、ヨーロッパ GP ではテストドライバーのガブリエル・パルキーニが代役で出場した。 ノキアはこの年のみでスポンサーを撤退した。1996年には重量 95kg といわれる長軽量コンパクトなヤマハ X11AA エンジンを搭載するも信頼性とパワー不足に悩まされ、ドイツ GP では空気抵抗を減らすため前輪にフロントタイヤを装着する有機策にトライした。メインスポンサーがない状況では十分な開発とテストができずに、 年間5ポイントに終わった。この年をもって、ヤマハエンジンとの契約が終了し、翌年以降は再びフォードコスワースのカスタマーエンジンを使用することになる。右京はミナルディへ移籍した。1997年には、チームとしてティレル2000と名打って2000年までに勝利とチャンピオンを獲得することを目標として、中島企画と提携し、代表の中島をスポーティングディレクターに寄与した。 また高木虎之介とテストドライバー契約を結び、日本からの資金導入でチームの活性化を図った。エンジンもパワーは乏しいものの信頼性のあるフォード ED エンジンに変更されたが、モナコグランプリでミカサロが他のチームのリタイアに助けられ5位入賞した以外はノーポイントに終わり、これがティレルとして最後の入賞となった。またダウンフォース不足を少しでも補おうと、 シーズン途中でサイドポンツーンの上にウィングを取り付け、X ウィングと呼ばれた。1998年のシーズン前に、ブリティッシュアメリカンタバコなどによる買収が発表された。この買収は、新チームブリティッシュ、アメリカンレーシングの参戦権確保を主目的したもので、一部の人材を除いて、ティレルの資産は引き継がれなかった。チーム代表に、バーのクレグ・ポロックが就任し、 高木とリカルドロセットをレギュラードライバーに起用したが、ケンティレルはヨスフェルスタッペンが採用されなかったことに激怒してチームを離脱した。ポスルスウェイトやマイクガスコインら主要スタッフも相次いで離脱し、開発資金が乏しい上にスペイン GP より X ウィングが禁止されたためエアロダイナミクスのバランスが崩れてしまった。最終年は、 ポイントも上げることなくその歴史に幕を下ろし、翌1999年によりバーへと移行した。ティレル公式サイトの別れを告げる挨拶の文末には、さよなら、さよならと記されていた。ポスルスウェイトは、ホンダのワークス参戦計画に参加し、ホンダレーシングディベロップメントで、ホンダ RA099 をデザインしたが、1999年にテストで訪れていた。 スペインバルセロで、急成、2001年には、チーム創設者のケンティレルも、水臓岩で死去した。ケンティレルの死去から数年後、ケンの遺族や、ジャッキー・スチュワートラモとティレルレーシング関係者たちは、競売にかけられていた、ティレルの初期の F1 マシンのいくつかを買い戻し、チームティレルという事業とティレルミュージアムを設立した。現在は、各地のヒストリックカーイベントに参加し、 ティレル001をはじめとする初期の名マシンのデモ走行などを行っている理ノーウィッキー、ノーウィッキー、枝がついているチームに車体を供給、括弧内に供給した車体の型番を記載、ノーウィッキー、ノーウィッキー車体になっているドライバーは、スポット参戦など。ティレルが1976年と1977年に使用した、会一開発の6輪、マシン。 通称、6輪タイレルである P34、後輪2本のタイヤは通常サイズだが、前輪はリム10インチの小型タイヤを左右4本装着していた。1990年モデルの019で採用されたフロントノーズを高く持ち上げる空力的な車体形状。これをきっかけに、第一マシンデザインはハイノーズへとシフトすることとなり、 ティリルのエポックメイキングな発明として評価されている。ウイングカーの禁止後、前後車輪間の車体仮面を平滑面とするフラットボトム規定下でデザイナーはダウンホース獲得策を模索していた。マシンのノーズ部分を若干高くして車体仮面に気流を流し込むハイノーズのアイデアはエイドリアンニューウェイが設計したマーチ881や ジョン・バーナードが設計した640でも外見はわからないように試みられていた。空力専門家のジャンクロード・ミジョーは、1989年モデルの018での同様の試みを経て、翌年の019で周囲を驚かせる大胆なハイノーズ化を行った、特に019の形状は、イルカの頭部に似ていたとから、ドルフィンローズとも呼ばれた。 車体仮面のプレートを延長する抜け道でフラットボトム規定をクリアし高く持ち上げたノーズからコクピット下まで広い空間を作り気流の吸入口としたのである。またフロントウィングも路面との距離を保つためノーズマウント部から斜めに下げていく形状とした。これはアンヘドラル下返り図のウイングと命名されまた F4 優先機の逆ウングになぞらて コルセアウィングとも呼ばれた。このハイノーズマシンは1990年のサンマリノ GP でデビューし、ジャン・アレジによってモナコ GP で2位を獲得したのを頂点に、中島悟と共にチームがコンストラクターズランキング5位を得る原動力となった。翌年以降、各チームが足したようなハイノーズを登場させたが、アンヘドラルウィングは中央空間のウィング面積が減ることがネックとなり、 やがて、ベネトン B191 で採用された2点吊り下げ、四球ウィングが主流となった。1997年にデザイナーマイクガスコインが発案したコモチウィング、ウィングレットの一種で、サイドポンツーン上の垂直指示板に取り付けられた。レギュレーション上では、空力付加物が規定されていない空間を利用したもので、SFA がスターウォーズシリーズに登場する架空の戦闘機。 x w i ングになずらえて、こう呼ばれた。低速コースでダウンホースが必要なアルゼンチン GP で初投入された。ガスコインは小型エアロパーツを追加する手法を好み、2006年まで在籍したトヨタでも用いている。1998年から他チームも同様のデバイスを採用し始め、フェラーリなどのトップチームにも広まった。しかし、同年のアルゼンチン GP で、 ザウバーのジャンアレジがピットイン時にエアホースを引っ掛ける事故が起きると安全性に問題があり、さらには翌制の3リの GP でフェラーリが初めて使用していくのを見てマシンの美しさが損なわれることを懸念し、その次のスペイン GP を前に突然使用禁止処分が下った。なお、1998年は X 型でなく1本にあるいは2本のステイで支える形式になった。 1984年のアメリカ東 GP 後の車検でティレルのマシン012の水タンクから鉛などとともに微量の炭化水素が検出された。これらのことよりレギュレーション違反を問われた。ティレルは控訴し出走を継続したが第13戦オランダ GP 終了時点で裁判所から控訴規格の裁定が下り、これによってこのシーズンのティレルチームと 所属ドライバーステファンベロフトマーティンブランドール、ステファンヨハンソンのティレルから出走した記録、ポイントがすべて剥奪れ、第14戦イタリア GP 以降の残り3戦を出走除外となった。この事件は水タンク事件と呼ばれる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。